視野障害とは視力低下や視野の欠損を示す証拠である。物が見えにくいという主素となる。視野には中心視野と周辺視野の2種類が存在する。中心視野は物の形や色、立体角などを認知するものであり、網膜では P 細胞が担い、その80%が中心視野の領域に存在する。中心視野の経路は 周辺視野の経路と連絡はない。視力検査は中心視野の検査である。周辺視野は運動角、立体角、空間認知などを担うものであり、網膜では M 細胞が担う。対抗反射は M 細胞を保たれていると出現する。視神経の経路視野障害は視覚経路と視野障害のパターンを理解することが重要である。視覚経路のポイントは、 思考差の部位での繊維の分かれ方と網膜でのセニのまま後頭葉まで相対的位置が保たれていることである。思考差では左右の眼球の網膜の右半分の繊維はそのまま右半球の後頭葉に向かい、左右眼球とも網膜の右半分のセニは右半球に連絡している。網膜の右半分は視野の左側の情報を得ているので右半球の障害では 左視野の障害を起こす。逆に左半球病変では、右半応を起こす。同様に網膜の上半分のセには、後頭葉でも上にあり、下半分は下にある。網膜の上半分のセには、視野の下半分からの情報を得ているので、視野の下方の情報が後頭葉の上にあり、後頭葉の上側の障害では、視野の下側が欠ける。後頭用の下側の障害では、 視野の上側が欠ける。後頭葉の病変では、黄半回避という中心視野が保たれる、視野障害が起こる。後頭葉で、中心視野からの繊維が投射する部位が、後頭葉全体の60%に及ぶこと、一時、四角野の多くは、五大脳動脈支配であるが中心視野に相当する、五極は、五大脳動脈と中大脳動脈両方から、血流を得ているため、 五大脳動脈拘束で、黄斑回避が起きるという説明もある。視力の評価は、訴えから異常の有無を把握し、視力低下が疑われる時は新聞などを30から40センチメートル、話して読ませることでスクリーニングする。眼科における、視力検査のほか、指数弁、手動弁、口角弁、全盲の鑑別も、視力障害の評価としては重要である。 指数弁は、眼前1メートルの距離で、指の数が分かるかで判定する。指数弁がないときは、手が動いているかを判定する。それも判定できないときは、明るいか暗いかを判定する。口角もない場合は、全盲となる。他に、視力の異常として、重要なのに野もがある。ビタミン A 欠乏の他も膜色素変性症が、重要である。ありがとうございます。